去年は感染拡大の中、過去に例がなかった大会延期へと働きかけ、それ以外にも経費削減のため、都内に整備する計画だった競技会場を、他の県にある既存の施設に変更するなど、大会関係者の多くが森会長だからこそ、難しい課題が解消できたと指摘します。東京大会は開幕まで半年を切りながら、依然として感染状況が見通せず、具体的なコロナ対策や観客数をどうするかなど、まだ課題が残されています。このため高まる批判にも、後任がいきなりその役を担うのは困難ではないかという見方がありました。一方で大会を支えるボランティアや聖火リレーのランナーを辞退する人が続出しています。スポンサーからの苦言が相次ぎ、一旦問題は収束としていた IOC 国際オリンピック委員会は今月9日、完全に不適切と改めて声明を出しました。森会長は開催に向けて辞任しか前に進む方法がないと判断したのだと思います。飯野さん、そもそもですけれども、なぜ批判は収まらなかったんでしょうか。世界が注目する組織委員会のトップの発言だったということは当然あるんだと思うんですけれども、森会長の発言の根っこにある問題が私たちの日常に、潜む性差別の意識ですとか社会のありようにもつながっていると感じた人が多かったからだと思います。そうした意味では森会長が辞任して終わりではなくて、社会全体が抱える課題を考えていくことが大事なんだと思います。改めて考えなければならない課題、大きく3つあると思います。1つは人の振る舞いを性別によって分類して決めつけることが偏見や差別につながるということです。今回も女性は競争意識が強く話が長いと一括りに決めつけたことが問題の発言につながりました。社会の中でも女性は家事や育児があって責任ある仕事は難しいといった決めつけが女性の登用を拒む壁になっている点もあるわけです。二つ目は性差別に対する感度の鈍さと異なかれ主義的な組織の体質です。会議の中で誰も発言をたしなめなかったといいます。Don't be silent。 欧州各国の在日大使館などが投稿したツイートのキーワードです。沈黙は肯定していることはことと変わらない、だから沈黙しないでという日本社会へのメッセージです。3つ目は意思決定のプロセスの問題。それは会議の場で自由で活発な議論を封じ込めていないかということです。組織委員会にも女性がいるがみんなわきまえているという森会長の発言。わきまえるは物の道理を十分に知るといった意味なんですが、女性はおとなしく黙っていなさいと言わんばかり、時間をかけて自由に議論していることを否定している。